体操の東京五輪代表最終選考会を兼ねた全日本種目別選手権最終日は6日、群馬県の高崎アリーナで決勝が行われ、男子は個人総合で五輪2連覇の内村航平が種目別鉄棒で 15.100.2 となり、個人枠での代表入りを果たした。体操で五輪4大会連続出場は小野高史以来2人目。日本男子の個人枠は現状1つ。4月の全日本選手権と5月の NHK 杯、今大会の結果で代表を決めた。跳馬で2連覇した米倉英信は日本体操協会の選考基準で内村を上回ることができなかった。4人の団体総合メンバーの残り2人は NHK 杯3位の谷川航と2018年ユース五輪5冠で18歳の北園丈琉が初の五輪代表に決まった。